何してるの鏡に向かって話しかけてたのね戦え戦え」戦えってね戦え戦え」戦えって言ってたんだよね「戦え戦え」って何と戦うの?戦「戦え戦え」って2回言ったってことは2回戦があるのかな黙ってちゃ分からないよ。 普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ私は鏡に映る自分に話しかけたりしたことがないからさその髪型かっこいいと思うよ私はちょっと乱れてる感じなんか頑張って無造作に見えるような努力が伝わってくるし何しに来たんですか何って話しに来たんだよ初めて会った時なんて一晩中巨人について語り明かしたじゃないか 私の一方的な話を君は聞いてくれた私は確信してた君がヒストリアを犠牲にすることはないって君と焦燥感を共にしたつもりだったでも君がなぜ単独行動に出てこの島を危機に追い込んだのかがわからないもうヒストリアはどうなってもよかったのかい俺は潜水の巨人を食いました <laughs> この巨人の能力は地面から自在に硬質化を操り武器でも何でも生み出せるわけですつまりどれだけ深く堅い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです俺はいつでも好きな時にここを出られる当然質を持つ俺を殺すこともできないいくら脅したところでジークを殺すわけにもいかないつまりハンジさんあなたに何ができるっていうんですか 教えてくださいよハンジさん他のやり方があったら教えてくださいよエレンのエッチいまだに反抗期かよバカ若者エルヴィンあんたの唯一の失策だ何で私なんか団長にしたんだよ